久保さん、今日はですね、何の日でしょうか。さっきニュースというか見てたんですけど、阪神・淡路大震災から27年らしいですね。まあ僕もね、ちっちゃい頃、あの,、ね、あの映像を見てね、あのバスですよ、バスが落ちそうで落ちたいみたいなね、あの高速道路が全部バーン倒れてて、衝撃的な。 地震だったんですけどなんかそのニュースがその阪神・淡路大震災でそのボランティアをしてた人がもう幕を閉じたとボランティア活動終了したとでそのなんかそのトップの人がなんか当時なんか学校の先生だったのかな今もうおじいちゃんになってるんですよねおじいちゃんというかもう年取ってて <laughs> す,すげえ時代早いなみたいな。 そんなに年取るんだみたいなうん27年ってそんなに早かったかなっていう僕はすごくその阪神・淡路大震災まあ東北大震災からも,もう10年以上経ってますけど阪神・淡路なんかもう27年ですよ、まあ、何が言いたいのかっていうとあんなすごいことがあったんだけどももうそんなに経つのかと まあ人生は早いってことですね。振り返ると。うん。まあ今年も2022年が始まって、もう1月17日ですよね。もう1月あと10日ちょいで終わりますよね、1月がね。うん。まあ久保さんも前の、前なんか動画で言ってましたけど、1月に立てた目標忘れてんじゃないかみたいなね <laughs>。やってねいんじゃないかみたいなね。 やっぱね日々こうやっていくっていうことをやらないとやっぱり何もなんないと思いますねうんそう積み上がらないというかそう,そう今日ね久保さんあの買い取り業者がね鹿,鹿児島までわざわざ来てくれますよ あの査定に、査定しに <laughs>、査定しに鹿児島までわざわざね、結構ね、全国、なんとかなんとかっていうね、ほとんど結構、買い取り業者って、あの全国、どこでも行きますみたいなね、まあ、売り文句でやってますけど、いや、本当にね、来てくれますね。<laughs> まあ、もしかしたら、今日持っ,てか持っていくかもしれないですね。 あのすいませんご縁があったら、まあ、遠いからご縁があったらその日にお持ち帰りありですかみたいなね <laughs> あいいっすよみたいなねだから今日もしかしたらお持ち帰りされるかもしれないですね今日だから楽しみっすねどう,どういう交渉をしてくるのかっていう人と交渉することって僕あんまないんで交渉ですよねまあそのなんか ないっすね、交渉は。まあ、その、前の会社の時はね、なんかありましたけど、今、交渉することはないからね。うんそう。昔ね、久保さん、あの、そう、あの、結構ね、広告代理店が、あの、会社に営業しに来てたんですよ。広告出しませんかみたいなね。で、そう。あの、その営業マンですよね。 でその営業マンに広告出しませんかみたいな来てで営業返ししてあの塾入れるっていうね <laughs> あの久保さんの入った塾に入りましたよそう <laughs> 営業マン広告の営業マン、うん、そう面白いですね営業しに来てるね営業し返されて あの工学塾入るって <laughs> 何なんだみたいなうんそうなんかねあとその決済事業者か決済代行会社の営業マンにもそれはそのエフェクスの塾かそのなんかいろいろヒアリングしてたらエフェクスやってますみたいに言ってたんでエフェクスの塾売りましたよね その代わり、エフクスの塾売ったけども、そこは、あの、決済代行を一応、じゃやります、みたいな。<laughs> そう。だ二2件売ったかな。エフクスの塾とネットの塾を営業マンに売りましたね。<laughs> そう。NHK 集金と、集金ですよね。向こうから来てくれるっていう。まあ、でも、普通に考えると、なんか、おかしい話っすよね。でも、おかしい話なんだけども、 うーんまあちゃんとヒアリングすればねあのその人のニーズ悩みうんどうなりたいのかっていうのが分かればそこにぶつければいいだけですからねうんから結構僕の中ではまあ武勇伝ですよね武勇伝というかうん営業マンに営業仕返して売るっていう <laughs>。 まあ、とりあえずあの人生終わっちゃいますんで、いろいろやりましょう。いろいろやらなくてもいいんだけども、それはあなたの人生だからね、関係ないんで僕は。僕は自分の人生を生きるために今日も何かやりますし、今日もなんか新しい物語、自分の人生の一つの物語、濃い一日になるんじゃないかなと。まあ、どうなるか分かんないですけどね。うん。はい。いってらっしゃい。